にちは、成田です。今日はジョージ・ネルソンの素晴らしいスチールフレームのセットが入荷しましたので紹介していきたいと思います。ジョージ・ネルソンについてはブログに非常に詳しく書いてありますので、そちらをご覧になっていただければと思います。簡単に説明しますと、ジョージ・ネルソンっていうのはデザイナーというよりはプロデューサー、監督なんですよね。ジョージ・ネルソン・アソシエイツという名前で活躍をしているデザイン集団の、言ってみればトップ、それぞれに担当があるんですけども、このスチールフレームとかのソファーは確か、ジョン・ボリスだったと思うんですよね。アーキテクチャル・ポタリーとかでも活躍したデザイナーですよね。このスチールフレームのシリーズですけども、今回は大きなソファーと、あとはベンチ、そしてサイドテーブルが2つと、コーヒーテーブル、あとはラウンドテーブル、これが全部1960年代から70年代ぐらいに購入された企業ですね。それがずっと使ってまして、そこからの出物をうちで預かったんですけども、非常にまだまだコンディションも良くて現役バリバリでいけるんですよね。で、僕は自宅のカラーリングっていうのは少し色彩が多いのが好きなので、ちょっと今回自分の自宅にコーディネートをしてみました。やっぱ合うんですよね、なんかこの感じが僕は好きで、植物も好きなので、植物と緑のソファーとか、あと贅沢に3人掛けと4人掛けがあって、これぐらいのファミリーがいたらさぞ賑やかで楽しいなっていう感じはするんですけども、ジャンヌレとかのあの茶色いものにちょっと飽きちゃったなっていう方には僕絶対おすすめするんですよね。それとですね、今回はスペシャルアイテムが来ました。ジョージ・ネルソンのホームオフィスデスクですよね。もう代表作、1950年ちょっと手前ぐらいでしょうか。もうジョージ・ネルソンのデスクといえば、このデスクを皆さん想像する方が多いと思うんですけども、よくできてますよね。本当に引き出しを開けた中の細かいパーツとかも、すごくよくできてて、これはこれでね、素晴らしいんですよ。それで素材も扉と天板に革が使われてて、もうほんと70年前ですよ、これ。いいエイジングが出てるんですよね。本当にもうこのオリジナルの良さというか。そしてね、ここにね、なんとね、引き出しになっているという、ちょっと今は撮影用にフィルムとかを色を入れたいんで入れちゃったんですけど、その中にも小分けの引き出しがついてたりとか、芸が細かいですよね、本当に。そしてね、やっぱりなんといってもネルソンっていうのはね、素材のマジックがすごいんですよ。革、ウッド、スチール、僕の好きなね、素材の組み合わせっていうのをねバッチリやられてる人なんですよね。ここはね、書類ファインダーケースなんで、ここに何かパーツを入れて、もう今の時代ほぼほぼ使わないから飾りですよね。このパンチングメタルがかっこいいっていうだけでね。こっち側もじゃあせっかくなんで見ましょうか。ほら、もうここに何入れるか想像するだけで楽しいですよね。よいしょ、いかがですかね、このセット。もうセットのまま僕はできれば購入してもらいたいなっていうのがあるんですけども、先日のケアホルムのセットもそうだったんですけども、やっぱ当時使われてたそのままの状態を次そのまま僕はね受け継いでいきたいなと思いまして、一応セットで販売する方にはやはり少し何かを文化承継、文化継承という意味も込めてしようかなと思ってます。はい、では今日はジョージ・ネルソンの素晴らしいセットを紹介できて、僕は本当に幸せだなと思ってます。この後もね、アメリカンデザイン、イームズの素晴らしいものが入荷しますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。